この即応訓練はアメリカ空軍第18航空団が定期的に実施しているものです。今年2回目となる今回の訓練は F-22 戦闘機が暫定配備されてから初めてとなります。アメリカ空軍によると今回の訓練は多数の機体を迅速に起動させるもので、 F-15 や F-22 など6種類の航空機が参加したということです。滑走路ではおよそ30機が集結し、隊列を組んで走行するのが確認されました。嘉手納町は訓練実施の通知が前日の午後だったことから、沖縄防衛局を通じて訓練の早期周知と騒音の軽減をアメリカ側に申し入れています。